こんにちはこの動画ではフリップフロップの作り方、記憶創始の作り方を説明します。フリップフロップ以外に、えー、レッチとか RS フリップフロップという他の名前も存在します。大体いい特に最初ら辺は、えー、全ては同じものを意味しています。この動画は結構長いんですけど、その理由はただ回路を見せてここ1入れたらここ0が出るよっていう風に説明しないで、えー、少しずつ回路を作り上げます。一緒に。 さて、こちらは最初の回路です。最初の記憶素子を作るためのアイディアです。こちらは入力。で、こちらは、なんていう日本語でまたはゲートがあって、その出力は入力にもなります。ちょっとアニメーションで見てみましょう。ここに1、えー、ちょすみません。ここに0が入って、ここに0が出て、この0が回ってきます。で、ずっと繰り返し。回る繰り返すずっと回る。 で、ここに、ここの0を1に変えたら、この1がずっと回る。両方はそんな面白くはないけど、一、えー、回この1を0に変えましょうか。1が回り続けます。変わらないです。つまり、1を入れたっていう状態は、入れた、過去にいつか入れたっていう状態は今保存されてました。ある意味で記憶素子を作ることができました。 よし、終わったとは言えないけどね。こちらの問題は1がずーっと回り続けます。この位置を0に戻すことはできないんですよ。だから、0に戻すためのなんか制御入力とかが必要なんですよね。えー、それをどうしようかって言えば、一番最初のアイデアはここにもう一つのまたはを入れることです、えー。こんな感じですね。ちょっと考えてみましょうか。 ここに1が入って、いや、結構ドイツの1ですね。ここ1が出て、この1が回ってきて、ここに1が来て、で、これ、またはだから、この入力はどうでもいいです。ここに1が出て、この1が上に行って、ここに着きます。で、これを0にしても、この1があるから、ここにまた1が出ます。つまり、1回1を出したら、ずっと1が回り続けます。それは、何の価値もない回路ですね。 じゃあ、その代わりに、このまたはを、かつに変えましょうか。この回路は先の回路よりいいけど、最終的に問題が残ります。その問題はどういうことかっていうとは、ちょっと自分,自分で考えてみてください。えー、こちらでは、この回路に戻りたいです。えー、特に、この二つのまたはを覚えときましょう。とて言ったところで、別、全然違う回路を見ましょうか。 この回路は2つの、なんていうノットゲートノットゲートでできてます。ここに0があると仮定しましょう。この0はこうって回って、ここに1になって、グーって回って、また0になって、グーって回って、1になって、グーって回って、ずっとこんな感じですね。で、よく見た方は、ここずっと0っていう状態が保たれてる、ここずっと1っていう状態が保たれていることが、 わかったでしょう。ちょっと確認しましょう。0をって、1に変わって、こうやって、0に変わって、0に変わらなかった。すいません。とりあえずずっとそんな感じで回ってます。010101。ただし、ここに出力アウトプット。出力があれば、この出力は、性的に0になる。 ここは何回も010101010101になるとしてもここはずーっと0。だから何も変わってないような感じがする。この出力からすると。さて、ちなみにこの最初の0ってどこから来たあんまりね、現実的じゃないんですよね。だから現実的に変えましょうか。0を導入するためにこのまたはゲートを入れました。それちょっと一回見てみましょうか。0、1、0、 全く先と同じですね。ところが、この A を1に変えましょうか。ちょっと右に行きましょう。A を1に変えました。そしたらここに1が出る。この1をパンって0になります。ふィて。こっちに行って、また1になって、上につきます。つまり、上がずっと1が回って、下がずっと0が回ります。それは、こっちと逆ですね。 ちなみに、この A を一回0に変えましょう。ここにまだ1が残ってるから、ここの出力も1です。ここに行って、0に変わってポ、ポーンて1に変わって、ポーンて。つまり、この入力 A が0に変わったとしても、このなんていうか、循環が型、循環仕方が変わらないです。ずっと1が上、0が下です。 ここで一つの大事なポイントがあります。でも、その前に、一回、これなしに考えましょうか。この回路って、一番最初に提案した回路ですよね。つまり、一回1を入れた途端で、ずっと1が回り続けます。この0を、この a を1か0に変えたとしても、ずっと1が回り続けます。はい。で、今から大事なところです。 ここにノットゲートがあります。ここにノットゲートがあります。もともと、この二つのノットゲートの間、0は下でした。1はあ、0は上でした。1は下でした。で、ノットゲートとノットゲートの間に、上の間に、1を導入したら、この1,0循環が、0,1循環になりました。上に1を導入したら、 1が上に行きました。ところが、下にもう一つのまたは素子を入れましょう。この先ほどの1がここに来て、0に変わって、ここまで来ます。で、今ここに1を出します。そしたらこれが1に変わります。ここに行って、0になって、ここに来て、0として回って、上がずっと0ですね。で、こう来て、 で、ずっとこんな感じで回ります。で、先ほどと同じように、この1を0に変えたとしても、中の値が変わりません。ずっと下に1があって、上に0があります。その2パターンをちょっと比較しましょうか。ここは A から1が導入されます。ここは B から1が導入されます。上に1を導入すると、上が1になります。下に1を導入すると、 下が1になりますちょっと違う例ですると上に1を導入すると上が1になります下に1を導入すると下に1が出ますもう一つ同じことをもう一つの別のアニメーションで説明します先ほどみたいにがあって今こういう風に回ってます上に1が回ってます今ここにボタンがあるとしてここ1を出しますそしたらプチッ 下は1になります。これを0に変えたとしても、う0に変えたとしても、1がずっと下です。でここであもう一回1にすると、何も変わりません。じゃあまた1を消します。で、この A を1にすると、上に1が来ます。その1をまた消すと、何も変わりません。また B で1を出して、プ すると1が下になります。0に変えたとしても何も変わりません。ある意味でボールペンみたいですね。ここを押したらずっとこういう状態が続けます。ここを押したらチュチュずっとこの状態が続けます。これは実際にフリップフロップの働き方です。これは実際にノアフリップフロップです。でも形が全然違いますよね。なんか、 え、本で見ると、こんな感じになってます。ちょっとわかんない。こんな感じになってますよね。だから、そんな形に今から少しずつ変えようとします。まず、このノットゲートを上に行かせましょう。付着。少しずつ。で、ところで、この出力ってあんまここスペースがなくなるから、ここにつけましょうね。で、このノットゲートもちょっと、 なんかその間、どうせスペースがないから、ちょっと省略しましょう。まず三角形を取って、それ移動させて、ノアゲートになります。今、NOT と o アの間にスペースがないから、こちらの位置も変わります。上と下じゃなくて、今からは左と右ですね。ちょっと変わったけど、論には同じです。この A 入力を1にすると、ここ、 1> が1に変わります左が1に変わります。B を1にすると、右が1になります。あ、これはダメね。同時に1はダメですね。他の覚え方は、ノアの片方を1にすると、もう片方が1になります。このノを1にすると、もう片方のノアがが、もう片方の入力が1に変わります。ひょ難しいです。そして、 行き過ぎましたそして、後で必要になるから、もう一回、この出力の話をしたいんです。実際に値がずっと変わり続けますよね。101010。でも、この出力からすると、値がずっと0という値を保ちます。ここに線があって、ここにも線があるから、ここにも出力をつけましょうよ。平等性のためですね。名前はまだつけません。次は、 またこの出力の話したいんですけど、この出力のからしましょう。今からの話ですね。これ消そう。さっき言った通り、ここを1にすると、これが1に変わります。つまりこれが1に変わります。それを0にしても何も変わらないんですね。ずっと1ですね。それでこれを1にすると、ここが1になって、ここが0になります。ここも0になります。ここも0になります。 ある意味で、ここからこの出力 O からすると、A は出力 O をセットする。ON にする。B は出力 O を OFF にする。リセットする。だから、入力 A をセットって言って、入力 B をリセットって言う。綺麗にすると、こんな感じです。まあ、R, S, flip-flop により近づきました。ただし、 ここの問題は、えー、このノアはこっち方向になって、このセット、このノアは右方向になってしまいます。それをちょっと合わせようとして、合わせたいんですね。だからこれをちょっと回しましょう。少しずつ。もうちょっと、はい。もうちょっと。もうちょっと。で、今からちょっと気をつけましょう。見ましたかもう一回ですね。この線がここから出て、て、ここのノアに入ります。 このノアから出て、このノアに入ります。シュンってなって、このノアから出て、このノアに入ります。だから、ここからここまでに移動しただけですね。次は曲がり線を使うんじゃなくて、直線を使いたいんです。だから、こう書きましょう。だんだん形になってますね。そして、この線を見てみましょう。ここに今、出力を O がつないでますね。ところが、この出力をここにしても、 値が一緒ですよね。ここにしても値が一緒ですよね。ここも一緒ですね。ここも一緒ですね。ここも一緒ですね。これ全部同じ値になってますよね。だったら一番見やすいやつを選びましょうよ。それはこれですね。つまり出力 O はここになります。ここからここに移動しました。次は一応0と0をなくしてリセットをちょっと調整します。はい。これはより教科書通りみたいですね。 次はこの出力の話をしたいんです、えー。そのためにまずセットとリセットの話する必要があります。前はセットが1かリセットが1かっていう状態だけでした。ところが両方が1になったらどうなりますでしょうかね。その時にここが0になります。ここも0になります。つまりここが0になってここも0になります。この0がここに渡ってここに行って、えー この0がこういって、ここまで行きます。ここまで問題ないんです。で、仮にセットとリセットは、本当に同時に0に変わると仮定しましょう。その場合に、両方が0で、だから、えー、ここの出力は0じゃなくて1ですね。つまり、この出力は1になります。この出力は1になります。この1がここに伝わって、 1>, 1になってこの1もここに伝わって1になります。今回は1と0になってるからここは1じゃなくて0に変わります。ここも0に変わります。つまりこの1が0に変わります。この1も0に変わります。見ての通りこういう状況になると01、01、えー、01ずっと繰り返し変わり続けます。それは非常に欲しくない状態です。 非常に欲しくない状態だから、ルールとして RS フリ i プ f ロップは、セットとリセットが同時に1にはなってはいけないっていうルールがあります。そのルールのもとで、名前を、この出力の名前を付けましょうか。セットが1だったら、出力、この出力が1になって、ここは0になります。リセットが1だったら、こっちが0になって、こっちが1になります。 つまり、この値は出力 O の反対ですね。つまり、notO と書くこともできます。あくまで名前ですね。それも少し綺麗にすれば、こうなります。で、それはもう結構、教科書通りですよね。でも、まあち、ちょっと待って。あ、あと一つ、間違ってるね。えー、これは SR フリップフロップですよね。S が、セットが上ですからね。ちょっと違うね。えー、セットが上にあって、 リセットが下にある。という論理はおそらく簡単でありすぎて誰かが思ってしまっただろう。だから誰かが変えましょうって言ったでしょうね。難しくしましょう。リセットを上にしましょう。セットを下にしましょう。ところがまだ簡単でありすぎます。お日本、英語のアウトプットいや、それ急にしましょうよ。それでもっと難しくなるでしょう。って誰かが思ったんじゃないかなって私が思います。 ですけど、こういう風うに難しくなったとしても論理が変わってないんです。だから、こんなんしないでください。今回は、ここを1にすると、ノアの前のやつが、ノアの前の線が1になります。だから、この出力が1に変わります。今回は9と呼びますね。で、ここが1じゃなければ、えー、ここが1だったら、 ここが0に変わって、ここが1に変わります。で、これを消したら、はい。これは教科書通りの RS フリップフロップです。ラッチ、ラッチ、ラッチです。この動画でわからなかったことがあればコメントを見てください。まず見てください。えー、コメントを読んでまだわからなければコメント書いてください。あと、動画の説明の部分も見てください。アップデート 動画のアップデートとかがあればそこに書いときますから。ということでご清聴ありがとうございました。